ぶフュージョンっぽいけどね、これはもうブリティッシュロックですよ、ハミングバード、ただ時代が1976年77年で、まあこのバンド分裂するわけですけど、フュージョンの時代に突入していたことはまあ事実です。町田市の藤崎さん51歳のリクエストです。ハミングバードのザ・シティ・マウス。このバンドのことはよく知らないんですが、ジェフ・ベックグループのメンバーがほとんどだとか、この曲は一見一聴すると正統派フュージョンですが、しかしかっこよさと突き抜け感は素晴らしいと。番組のカラーとは若干それますが、ぜひかけてください。いや、ハミングバードこのアルバムにはね、このアルバムお持ちですか、藤崎さん。泣き泣きの曲があったりするんですよね。何年か前にかけましたけども、そうです、第2期ジェフベックグループのメンバーがね、74年に結成したバンドです。素晴らしいですよこれね。はい、ボブテンチ、それからクライブチャーマン、マックス・ミドルトンでね、僕もね、まあこのバンドってアルバム3枚かな出てんのね。今聞いていただいたのは76年のアルバム2枚目、 We can't go on meeting like this っていうね、ナンバーアルバムなんですが、アートワークがいいね、素晴らしい。はい、すごく思わせぶりなアートワークですよね。でね、僕ね、ちょっと変なことをちょっとね、いきなり言っちゃうけれども、実はね、このバンド77年に解散してるじゃないですか。僕ね、77年にロンドンのディングウォールズで、あれね、あれ ストリートウォーカーズの前身、チャップマン・ウィットに、でもロージャー・チャップもいなかったもんな、もう未だ写真いっぱい持ってるんですけども、これ行かなきゃいけないということで行ったんですよ。その時ね、ボビー・テンチ、クライブ・チャーマンで、マックス・ミドルトンがいたかどうか分かんないんですけども、すごいバンドでしたね。フュージョンっぽいところもあったけど、まあ、ブリティッシュロックですよ。あれ、バンドなんだったのかなっていう、77年、調べてみますね。うん。この間、ロンドンの写真いろいろ整理してたら、あれ？これ、ディング・ウォルスだって思って、あ、やばい、ボビー・テンチとクライブ・チャーマンだ。これ、なんていうバンドだったっけな。ハミングバードじゃないと思うんですよね。すごいいいバンドでしたね。確かにそのジェフ・ベックが、第二期ジェフ・ベックグループの、すごくこう、ブルースや、ジャズやソウルやいろんな音楽を妖怪させて、新しい感性で構築したそのサウンドの、まあ、スタイルをどんどん発展させてね、いるっていうバンドですけども、いやでもいいですよね。はい、ありがとうございました。さて、実は今日最後はですね